今月のキラリ四日市人は丹羽文雄記念室の語り部水越正明さんです。市立博物館3階に丹羽文雄記念室があります。水越さんは四日市市名誉市民で作家の丹羽文雄の足跡をたどり、語り部ボランティアの一人として活動しています。少しずつでも若い方でも丹羽文雄を知ってもらえればいいなと、そういうふうに思いでやってますね。水越さんは丹羽文雄記念室の開設当時から語り部をしています。定年になってですね、やっぱり好きなことやろうかなということがあってですね、子供の頃からなんかそういう読み物が好きだったこともあり、広報で語り部募集ということで応募させてもらいました。月に2回程度訪れた人に丹羽文雄について紹介しています。楽しいですね。丹羽文雄の小説一つも読まれましたかっていうのを皮切りにですね、丹羽文雄の生い立ちから作家生活からっていう話をですね、したりして、ああそんなこと知らなかったということをおっしゃる方もおりますし、水越さんは案内をするときいつも手にしている本があります。何度も読みながらですね話してるわけですけどね、こういうのが私のガイドブックになってますね。あちこち線も引っ張ってきてますけど、人間の持ってる業というか罪というか、そういうところがすごく魅力的ですよね。そこまで掘り下げておられる作家というのは丹羽文雄以降ですね、ちょっと私は見当たらないなという気持ちもするんですけど。今年30を迎え、丹羽文雄の魅力を語り続けます。エッセイがなかなか面白いんですよね。で、随筆がなかなか面白いんで、それはもう四日市のこともたくさん出てきてますし、まず四日市の方がですね丹羽文雄を知ってほしいというのが第一ですね。